甲子園短期大学は、兵庫県西宮市、河原林町 4-25 に本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は、高短。学科の変遷専攻科別科取得資格について、大学関係者日本 ABCD 出典、全国学校総覧昭和40年度版33ページより、昭和43年度版40ページより、昭和48年度版46ページより、1990年度版73ページより、AB 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧146から147ページ、甲子園短期大学の項より、1999年度用、全国短期大学案内466ページより、昭和64年度用、全国短期大学受験案内、甲子園短期大学の項より、放送大学平成28年度単位互換案内、ABCD5 月1日時点での学生数。学生募集は1988年入学生で、最終。1990年7月19日付で、正式廃止。学生募集は2008年入学生で最終。2010年3月31日付で正式廃止。過去にあった、初等教育科にも設けられていた。イネーブルとは、可能性を与えるという意味がある。すなわち、子供から高齢者まで様々な人がこの庭で植物や園芸活動を楽しみ、自分の新たな可能性を見つけることを願って命名されたものとなっている。ありがとうございます。